エディンバラ級の別案にして、特別計画官のプリマスと申します。この母校にて具現化してくださった指揮官様に感謝申し上げます。私のこと、どうぞお使いなさってくださいませ。具現化してくださった指揮官様にご挨拶申し上げます。今ここで指揮官様のご命令をお待ちしております。どうかこの祝福されし出会いをお喜びください。お喜びください、指揮官様。すがすがしい朝です。本日は何からしましょうか。ご機嫌麗しゅうございます。今日も私、指揮官様と無事に一日が過ごせそうです。ええ、お喜びください。あ、気をつけてくださいませ。エディンバラさん、噂通り少しそそっかしいところがあるようですね。資料を処分するのですね。はい。今の攻撃で全て灰になりました。お喜びください。仕事がはかどらないですか？はい。ではおとぎ話を語ってあげますね。昔昔。プリマスの歌をお聞きになりますか？では曲のリクエストをどうぞ。私が知らない歌は勉強してきます。はい。お好きなように。指揮官様がお喜びになるのでしたら。頭を撫でてくださってありがとうございます。新しい任務です。指揮官様、私にお任せくださいませ。ん？ご自分でなさるのですか？任務の報酬です。開けましょう。砲撃しては台無しになりますね。かしこまりました。お喜びください、指揮官様。新しいメールですよ。指揮官様、プリマスからの差し入れ。本日はサディア風のフルコースです。お喜びください。重すぎる、ですか？軍事委託が完了しました。指揮官様、お喜びください。強くなりました。お喜びください、指揮官様。これでプリマスはもっと使いやすくなりました。お相手しますね。私たちの勝利です。指揮官様、お喜びくださいませ。敗北ですね、指揮官様。ちょっと気まずいことです。失礼しますね。お恥ずかしい姿を見せてしまいました。指揮官様、お喜びください。指揮官様にはまだ私がおります。プリマスをお頼りください。頼りにしてくださいませ、指揮官様。私、プリマスがここにいる理由は、みんなの指揮官様を支えることですから。メイド隊のことはあまり詳しくありません。同じく指揮官様を支えるのですから、
私と特に変わらないとは思いますが、指揮官様もそう思いませんか？指揮官様、お喜びください。私、今日からメイド隊を手伝うことになりました。仲間と一緒の方が、もっと指揮官様をお支えできる。とても喜ばしいことです。指揮官様、本日のご希望は何かありますか？指揮官様を応援することはもちろん、奉仕すること、支えること、もちろん愛することも。お喜びください。プリマスは指揮官様のためなら、何でもして差し上げられますから。指揮官様、お喜びください。本日よりプリマスは指揮官様の専属官になりました。専属ということは特別。つまり私、指揮官様の特別な官制になりましたので、今日だけは指揮官様を差し置いて喜んでもいいでしょうか。お喜びください、指揮官様。本日もまた素晴らしき一日を迎えることができました。プリマスに何なりとお申し付けくださいませ。ご機嫌麗しゅうございます。ご覧の通り、ロイヤルの方々とお茶会を楽しんでいます。指揮官様もいかがですか？席は、私の太ももの上でも構いませんよ。何でもお任せくださいませ、ご主人様。ベルファストさんのモノマネはいかがでしたか？指揮官様が資料を探している間に、よければプリマスが何か物語でもお読みしましょうか？その方がはかどると思いまして。気分転換に読書でもいかがですか？私の蔵書なら喜んでお貸しいたしますよ。どうかお喜びください。はあ。次のリクエストをお待ちしております。何でもいいですよ。遠慮なさらなくてもいいですよ、指揮官様。任務報酬はこちらです。運搬以外にプリマスに何か手伝えることはありますでしょうか？指揮官様、プリマスからの差し入れはいかがですか？本日は軽めのお菓子をお作りしました。お喜びではなく、お召し上がりください。指揮官様、いかがしましょう？指揮官様がお喜びになるような勝利でしたか？もし物足りなかったら私、別の敵を探してきますね。指揮官様、お喜びください。本日よりプリマスは指揮官様の専属官になりました。専属ということは特別。つまり私、指揮官様の特別な官制になりましたので、今日だけは指揮官様を差し置いて喜んでもいいでしょうか。